皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。すいません、すっぴん隠しでちょっとメガネとライトが反射しちゃうんですけど、あんまり気にせずに、今日はですね、6月11日をもって、私春を体験して2年になったっていうことだったので、今回は初めて病院でですね、まだ通院リハの時に初めて春をやった時から、まあ、今センターで春をやってるまで、まあ、どんな風に春を体験してって体が変わっていったのか、この2年間ずっと春をやっていたわけではないので、まあ、その回数を重ねるごとにどんな風に春に馴染んでとか、私の体がどう使えるようになったかっていうのを、まあ、その過去の動画を振り返りながら、まあ、解説ってわけではないですが、まあ、そういう感じで、ちょっと今日はお伝えしていけたらなというふうに思います。自分自身でも今ちょっとこの編集しながらというか、今並べてみてるんですけど、こんなにも違ったかっていうくらいめちゃくちゃ違うので、実際見てもらったらわかると思うので、ぜひ最後まで変化を見ていただけたらなというふうに思います。では一緒に見ていきましょう。はい、これがですね、2019年6月11日、多分初めてくらいで春を装着した時になります。もう見ての通り、3人がかり、腰を押さえてくれる方と、あと右足、左足を出してくれる方で、もう自分の意思ではもう全然出ないくらいでしたね。で、これが14日、3日後なんですけども、まあ、なんとなく、前一発目とかよりは出してるかなっていう感じですけど、それでもサポートしてくれる人たちがいないと足は全く出ないし、もう重たくて重たくて仕方ない状態でした、まあ、ただこれ春は M サイズで少し私の体には大きいっていう部分はあったんですけど、それでも、もううまく春を使いこなすことはできていませんでした。で、こちらがまた日が経って4日後、6月18日ですね。もうなんか足出すために状態がめちゃくちゃ前なのが分かりますか。もうつられてる部分がもうピーンって張って、もうなんかくの字で歩いてるみたいな感じだったんですけど、もうそうじゃないと流されちゃうし、なんかもう上半身で足を出そうっていう感じが、まあ、この時でしたね。で、こちらが、まあ、結構ちょっと日が経って7月5日です。なんか結構様になってきたというか、左足はですね、あんまりサポートなくても自力でなんとなくちょっとずつ出せるようになってきたっていうのが ありました。で、こちらがですね、いつだろう、8月9日ですね。1ヶ月後くらい、前の動画から1ヶ月後くらい、まあサポートはあんまり変わらないんですけど、でも一発目の時よりは全然サポートの力っていうのも弱まったし、前よりはなんかこうくの字で出してる感じはないんじゃないかなっていうふうに思います。で、これが8月16日ですね。ツインリハでやってる時全部で9回かな、9回しかできないので、これが多分後半最後の方だと思うんですけど、やっぱ一番初めよりはもうガシャガシャ感っていうのもないですし、ゆっくりですけど自分で、足をこうウィッと、左足なんか特にウィッと出せるようになってきた感じがありますね。でも9回なので、それでもう終わっちゃったんです。で、日がぐいっと空きまして、2020年の2月、まあ、半年後ですね、筑波のロボケアセンターにいて久々に春を体験したのがこの映像ですけど、これは今度ちゃんと自分の体 S サイズ、フィットしたやつでこう出したので、結構、まあ、そのフィット感もあって、出しやすさっていうのは通院リハする時よりはありました。まあ、それでも結構形成でガクガクいったり、こう後ろからね、こういうふうにこうちょっとサポートして蹴ってもらわないと出せないっていう状況ではありましたね。で、また体験が終わってグイッと日が空いて、今度
大分ですね。半年後大分のロボケアセンターに、遊びに行った時、着体験の時はもうサポートなしで出せることは出せるんですけど、あまりにももう上司がもう前のめりでこんな歩き方するんかっていうくらい、もうくの字というかもうお辞儀してる感じで歩いてるっていう、もう本当足出すことだけに集中してやってるっていう感じなので、綺麗なフォームっていうことではないですね。まあそれでも出そうとするその力が伝わって春が作動してくれてるっていうのはすごく良かったんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、でまたこれが再生医療センターの初めの頃ですね、まあ、でも3月か3月後半の映像になります。もう本当に、一発目の時から比べたらちゃんと自分で、踏み込んで出す、踏み込んで出す、体重移動を意識して頑張ってこう踏み込んで出すっていうのができてるんじゃないかなというふうに思います。でそこから、まあ、動画でも出しましたけど、こんな風に、杖を使って体重移動がうまくできるかどうかっていうのをやってみたり、こうやってこの杖なしでね、まあ、結構これは支えてもらってるのであんまり倒れることはないんですけど、それでも今までこう支えがあって足を出していたのがあったので、支えがなしで足を出すっていうのはどれだけ大変なのかっていうのはちょっとこの時思いました。で、こちらが一番最新の動画になります。まだ動画に出してない、この前の5月25日ですね、撮影したもので、後ろの支えなんか誰もいないですし、まだまだ出し方とかこう体重移動のやり方とかっていうのは課題はあるんですが、それでもこう自分でちゃんとこう リズムを持って体重を移動して出せる。そしてなおかつバックがめちゃくちゃ私得意で、こんな風に後ろ向きで歩くことはすごく得意なんです、まあ、こんなこともできたりしてっていうのが2年間のこの過程をちょっとさらっとまとめてみました。どうでしたでしょうか。初めの2019年の6月の動画を見ていただけると本当に今と全然違うことがわかると思います。この春だけのリハっていうわけではないですが、でもやっぱり春を使うことによって超過失踪具ではできないし、春ならではでできるリハビリだと思います。なので春を使うことによって自分が歩くってどういう風に歩いてたっけかなとか、歩くってどういうことなのか、どういう、まあ、体の使い方をしてとか、どういうその頭の考え方をして歩くっていうことができるのか、普段歩くっていうね考えを全然しないで歩いてるのをやっぱ考えて歩けるようになるっていうことは多分すごく難しいことだと思うんですが、まあそれをちょっとでもリアルに想像できるのが私は春だと思っているので、まあ、これからも再生医療、まあ、普通のベッド上のリハとあと春を使ってどんな風に自分が歩きたいのか、理想のフォームって何なのかとか、歩くってどういうことなのかっていうのをこうもっともっと体に思い出させるようにしていきたいなという風に思います。まあ、再生医療のその変化についてはこの前、幹細胞5回目投与しました。まあ、私はサポートしていただいてるからこそこう5回まあ、回数制限なく打つっていうことができるので、その変化っていうのはなかなかもしかしたら皆さんが思うほどのリアルではないかもしれないんですけど、まずは治すこと、良くなることを目標にしてます。まあ、やっぱりそのサポートをしてもらってるからこそ言えることだと思うんですけど、私自身は、まあ、幹細胞というか、まあ、赤ちゃんが、まあ、そもそもできるまでってお腹の中で何もない細胞の中からこう人間の体が作られていくのって10ヶ月かかるわけですよね。でそこから生まれてもまだ完全体じゃなくて、いろんなことを体に覚えさせて歩くっていう行為に至るまではやっぱり1歳とか1歳半とかかかると思います。まあ、まだ私はでも再生医療をしっかりちゃんとね始めてから4ヶ月くらいしか経ってないので、まだ性別もわからない、赤ちゃんでいたら性別もわからないくらいの段階なので、まだまだだと私は思ってます。
子供が生まれて歩けるようになるっていう感覚までのその1年半、まあ、約2年くらいを私はこう頭の中に入れて個人的にはやっています。まあ、皆さんが期待するものと違うスピードで進んでいるかもしれないんですが、それでもまずはどうしたら治るのか、幹細胞とか再生医療ってそもそも治るのかっていうことを私は実現するために、やっぱこれからもリハをしっかり続けていきたいなというふうに思います。結構これから変化っていうのはですね、その山形と福岡の行ったり来たりで集中リハの期間っていうのはすごく短くなるので、 Twitter とか Instagram とかでも逐一こう変化っていうのもお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんチェックしていただけたら嬉しいです。ということで、こんな感じでこの動画がいいな、役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。